ケイリングランプリ89は、1989年12月30日に、立川競輪場で開催される予定だった、ケイリングランプリ。後日の事情により中止となった。1985年度以降、競輪の年間総売上は4年連続で、対前年対比で増加し、当年度もバブル期であったこともあり、同対比で2桁の%増加が見込まれていた。ところが当時、中央競馬協定が当時を大幅に賞金総額を増額していた背景がある一方、競輪の選手賞金総額は前年総売上見通しの 3% 程度という長年の慣例が踏襲されたままとなっていた。そのため、このままでは特に協定との賞金総額格差が拡大する一方だとして、当時日本競輪選手会理事長であった片織光が中心となり、全国競輪志向者協議会を通して主催者側上層団体に対し、1990年度において前年比約 25% となる賞金総額の大幅増額を求め、受け入れられないようならば、当年のケイリングランプリ89を含む、立川競輪 S 級シリーズの先頭誘導員を斡旋しないストライキにより中止させるとする強硬手段を表明した。主催者側はあまりにもアップ率が高すぎるとして選手会側の要求を拒否した。選手会側もさすがに約 25% の増額は高すぎるとして片織は当該要求数字については撤回して譲歩したものの、売上増が堅調に推移している背景を理由として、2桁イコール 10% 以上のパーセンテージの賞金総額増加を要求する姿勢は見られなかった。対して主催者側は、いわゆる 3% ルールを変える姿勢が見られなかった。このため、交渉は双方の決裂が続き、次第に選手会側がちらつかせていたグランプリの中止が現実味を帯びる展開となっていった。そして開催決断のタイムリミットとなる1989年12月25日、競技会と選手会側の会合が行われる予定であったが、選手会理事長の片織は会合への出席を拒否した。これを受けて主催者側はグランプリの開催中止を決め、最終的にはグランプリの開催権を持つ競技会とその理事を務めていた立川氏が決断する形で、同日グランプリを含む立川競輪 S 級シリーズを中止することを発表した。これにより、立川氏はグランプリを含むシリーズ開催全体で見込んでいた130億円程度の売上総額を失っただけでなく、事前の広告などで費やされた数億円の費用や、出場予定だったグランプリ S 級、A 級の各選手に対し、保証金を拠出することになった。さらに、選手会はグランプリの開催だけでなく1990年1月12日からの大宮競輪記念開催までストライキの対象としていたため、これ以上のさらなる事態の深刻化を懸念した主催者側は年末年始の休暇を返上して日本自転車振興会及び自転車競技会全国競技会も選手会との会合に加わり、12月30日と1990年1月3日に会合を行った。これらの会合でも意見は平行線をたどり続けていたが、1月6日の会合で通商産業省機械情報局長を委員長とする中央登録競輪選手制度改善委員会に今回の裁定を一任させることでまとまった。1月8日に改善委員会から下った裁定には、選手会が同意し、9日には主催者側も裁定に同意したことから、双方が合意する形で決着となり、12日からの大宮記念は無事に開催された。これにより、当初より金額の増加分こそ減少したものの、選手会の要求にほぼ沿った形で1990年度の賞金総額は増加され、同時に 3% ルールは事実上撤廃されることになった。当レースを中継する予定だった放送局は以下の番組で穴埋めを行った。テレビ東京、カレーからそばまで、これがこだわり職人だ、ラジオ日本、89特別競輪回顧、ラジオ短波、89競輪回想皿へ、1年、振り返って、その後、1990年5月に前橋競輪場においてスーパープロピストレーサー賞というレースが設けられ、そのレースに上記出場選手が参加することとなり、事実上の代替として開催されたが、このレースでは行方和夫が優勝した。後年、このレースは1992年に友人親王杯世界選手権記念トーナメントとして新たな特別競輪になっており、これを誕生させたきっかけにもなった。なお、1989年のグランプリメンバーとして選出された行方和夫、郡山久司、小川博美、高正信の4名については、グランプリ出場選手として選出された事例は、当年のレースのみであり、このうち、行方、郡山、小川の3選手は2016年5月7日、現在、選手登録を削除され引退している。これらの経緯により、当年のグランプリについては、レースとしては中止されることになったが、開催の回数としてはカウントされている。ありがとうございます。